お風呂はこれからまだ入ってない。そう、今日 TikTok 投稿したのでぜひ見てください。最後の下書きもう残ってない。TikTok 投稿しました、ぜひ見てください。リクエストつけてつけそうでない時あれなの。ね、今日は忘れた、普通に忘れた。普通に忘れた。つけてない時は大体忘れてるか、忘れてるか、なんか他にアクセサリーつけたいのがあったから外してるか。短い動画、そう、あれはね、そう、音源的にちょっと短い動画なんで、まあでも投稿したのでぜひ見てください。なんで今日がノーズになりました。多分それ私のお母さんではないと思う。私のお母さんは多分どうもしてない今。誰わかんない、多分ファンの方かな、ファンの方だと思います。今日はね、ミスタードーナツを買って食べた。なんか最近なんだっけな、ムギュットドーナツってやつ、ミスドのあれが好きで、こないだ初めて食べてすごい美味しくてハマっちゃった。それでちょっとね、食べたくてどうしても行ってきた。そう、家で、あとね、何買ったっけ、あとなんかザクザク、ザクザクのコラボしたやつ、コラボしたクロッカンシューみたいな、それ食べた。それのなんかチョコのやつとカスタードのやつ、そう、両方とも買って帰ってみんなで食べた。妹たちと、私はカスタードも、チョコの方もちょっともらったけど美味しかった。そう、ムギュットドーナツは本当美味しい。なんかちょっと前に出たやつ、新しいやつ、そう、なんか気になっててね、でもずっと食べる機会がなくて、ね、前に食べたんだけど、前、今月の初めぐらいに初めて食べたんだけど美味しかった。ポンデリング、なんか、なんだっけ、ミスドはポンデリングと
ハニーチュロスだっけ、なんかチュロスみたいな感じのやつをいつも食べるんだけど、そうだな、ポンデリングの次ぐらいに好き。でもハニーチュロスとポンデリングは一緒ぐらいな、その2つの次ぐらいに好き。麦とドーナツ美味しい。そのドーナツ、そう、なんか普通のやつ、なんかプレーンみたいな、オリジナルみたいな感じの味で、チーズとかもあるんだけど、チーズとか食べたことない、普通のやつしか食べたことないそう、なんかシナモン美味しそうだなと思ったけど、でもシナモンとレーズンだったから、レーズンあんま好きじゃないから、そう、レーズン入ってるから諦めた。チーズもちょっと気になる、美味しそう。普通のはめちゃくちゃ美味しいチーズ食べたことないから分かんないけど、そう、なんかザクザクのやつ、ザクザクのっていうお店だっけ、確か、ちょっと待って調べて、あ、間違えた、なんだっけ、ミスタードーナツ、ドーナツザクザク、あったこれ、ザクザク、ザクザククロッカンシュードーナツ、これドーナツって書いてるけど、なんかシュークリームみたいな、ほぼシュークリームみたいな感じだった。うん、でも美味しかった。そうなんだっけ、カスタードクリーム美味しかった。このザクザクポンデリングもあって、そう、これも美味しそうだったけど買わなかったんだよね。そう、このザクザククロッカンシュードーナツっていう方を食べたかったからこっち買っちゃった。私が食べたムギュットドーナツ、あった、これ美味しかったんだよね。ムギュットドーナツオリジナル、オリジナル、オリジナル、プレーンとかじゃなかった、オリジナルだった。チーズも美味しそう、今度チーズ買ってみようかな。チーズ買ってみよう。ザクザク、ザクザクはさっき言ったそのクロッカンシューとポンデリングのやつだっけ、そのなんだっけ、ベイク、なんかタルトのお店のやつかなとコラボしたやつは買ってないんですけど、今回いろいろあるチーズタルトドーナツとかブルーベリーとか、それのチーズタルトドーナツのブルーベリーとかベイクチーズホイップとかある。私はザクザクが食べたかったから買っちゃったザクザクの方、今日行ったお店ね、あれがなくて、チュロス、ハニーチュロスみたいな、確かそんな感じの、違ったっけな、これハニーチュロ、ハニーチュロだ、ハニーチュロがなんか売ってなくて、売り切れちゃってたのかな、そう、食べれなかった。いつも買うんですよ、このハニーチュロ。あとはね、あれが好き、なんだっけ、なんかグラタン、グラタンパイみたいなあ、あとこれだ、
エビグラタンパイ、これ美味しいの。エビグラタンパイ、そう、でも今日は買わなかった。これね、ちっちゃい頃よく食べてた。なんかミスタードーナツってなんかね、セットがあるんだよね。なんかなんだっけ、なんかセットメニュー、これだ。それでセットで食べてたんだっけな、これ忘れちゃったな。なんか食べたよくね、これのなんだっけ、汁そばよく食べてたちっちゃい頃食べてた。汁そばと、あとなんかドーナツのセット。でもグラタンパイが好きだったんだけど、ないな私は何を食べてたんだろう、なんだろうな、あ、ランチ、わかんないやシルソバ、これ美味しい。なんかラーメンみたいなやつ。え、なんか美味しそうなのいっぱいある。ご飯系のやつ、肉まんとか、え、美味しそう美味しそう。柔らか鶏肉そば、美味しそうだな。これも香るエビプリワンタン麺、え、これも美味しそう。こんなのあったっけ、ちっちゃい時。私いつも汁そばしか頼んでなかったから知らない他のメニュー。美味しそう、知らなかった、こんなあるなんて。ドーナツ以外に、あ、ランキングは45分になったら読みます。クリスピークリームドーナツ、クリスピークリームドーナツは行ったことない差し入れでいただいて食べたことはあるけど、行ったことはないバーミヤ、ね、なんだっけ、ミスタードーナツ、ミスドです。おすすめの飲み物か、いつも頼まないとね。そのちっちゃい頃なんかランチのセットで頼んでた時はオレンジジュースかなつけてた、オレンジジュースけど最近は食べてないからわかんないや。飲み物最近ドーナツしか買わないドーナツしか買わないからかな。最近食べてんの、そのランチのセットとか食べてる。コーヒーの、ブラックコーヒーは飲めない。なんか家にあるのね、なんかコーヒーがお父さんとお母さん飲むからあるんですけど、コーヒーなんか粉のタイプのやつと、あのペットボトルに入ってるタイプのやつが
あるんですけど、最近はそのペットボトルに入ってるタイプのやつと牛乳を割って飲む。カフェオレにして飲む。バリスタ、なんか機械みたいなやつあるけど使ってない。あるけど使ってないです。あ、むしろいれない、入れずに、うん、そのコーヒーのやつとペットボトル入ってるやつと、牛乳だけ。でもなんか甘いんだよねそれ。あ、それだけで、牛乳入れるだけで。それ甘いから。でもコーヒーそんな甘くないと思うよ。なんか甘い、甘い、なんか苦くないからさ。前にね、お母さんとなんだっけ、辛麺か、辛麺食べに行った時があったよ、お店に。でその時なんかお昼に食べたのね。あ、目がこれ、お昼に食べたのね。でなんかお昼のサービスでコーヒー無料で、そうサービスですみたいな、お会計の後、マスモト、そうマスモトで、なんかその自分でね、継ぐ、自分で入れるスタイルだったんだけど、その時はそうガムシロ入れた、ガムシロとミルク入れてカフェオレにした。コーヒーだったけど、そうお母さんと、お母さんもそう、お母さんコーヒー飲むんだけど、その時はカフェオレの気分だったみたいで、面白い、何個か入れた、 2,3 個、2個かぐらい入れた、 2,3 個入れて、ミルクも入れて、カフェオレにしちゃった。でも家にあるコーヒーなんか全然苦くない。なんでだろうな、普通に牛乳で割ってるだけなんだけど、苦くないから何も入れてない。そう、なんかさ、粉末タイプのコーヒーもいつもその牛乳だけで割るんだけど、飲むとき、それも苦くない。普通に甘い、牛乳で割ってるから。牛乳そんな甘くないよね、牛乳だけで割っても。わかんないや、でも苦くなくて、2日に1回ぐらい飲んでる。毎日は飲んでない。カフェオレ2日に1回ぐらい家で。冬はココアは飲まない。ココア飲まない家で。ココアよりカフェオレ飲んでると思う。あんま飲まないかも、普段冬じゃなくても。
あ、夏じゃなくてか、冬でも冬でも。コアはそうだな、冬時々飲むぐらい。でもなんか温かいココアより冷たいココアの方が好き。温かいココアより冷たいの方が私は好き。見ろ見ろ、え、なんか分かるようで分からないんだけど。分かるようで分からない、ちょっと待って、え、どんなんだっけ、なんかね、分かるようで絶対見たら分かるよね、調べてみよう。あ、これか、これは飲んだことない、飲んだことない、このココアは。これは、このやつは飲んだことない、緑のやつ、そう、調べたらすぐ出てきた。あ、45分、ありがとう。多分飲んだことないかも、多分家にはない。じゃあ13位からランキング読んでいきます。13位、年の家さん、ありがとうございます。12位、バトニーさん、ありがとうございます。11位、にゃーこさん、ありがとうございます。10位、香港の春マートマーク強化おしさん、ありがとうございます。9位、ムムさん、ありがとうございます。8位、 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾーイさん、ありがとうございます。7位、プッチーニさん、ありがとうございます。6位、ラクラクさん、ありがとうございます。5位、まぼろしさん、ありがとうございます。4位、まさむねさん、ありがとうございます。3位、かりんとん358さん、ありがとうございます。次、2位、すーさん、ありがとうございます。そして1位がマサルさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。じゃあそろそろ終わろうかな。ごめんなさい、今日も短い時間、短い、うん、配信で20分だけの配信でごめんなさい。今日も頑張って早く寝たいと思います。昨日結局早く寝れなかったんですよね。まあ早起きはできたけど、ちょっと早寝に失敗したから、今日こそは、今日こそは昨日より早く寝る。ちょっとね、今日こそはちょっと早く寝ようと、いつも通りの時間に寝ちゃった。でもちゃんと起きたから。今日はちゃんと早寝早起き、今日は早寝早起きをする。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。 TikTok 見てね。TikTok 投稿したのでぜひ見てください。バイバイ、おやすみ。拜拜。